今日はトヨタの未来へのショールームにお越しいただきありがとうございます。メガウェブができたのは1999年、来館者数も1億2700万人に及び、20年以上トヨタの展示ショールームとしてたくさんの夢と幸せを提案してきました。だからこそ今年で閉館するここメガウェブを本日は未来へのショールームと位置づけ、発表会の会場とさせていただきました。もちろん未来といってもそんな夢物語のような未来ではありません。すぐそこにある身近で手の届く未来です。それではいよいよスタートです。本日はご多様の中ご来場賜り誠にありがとうございます。本日はカーボンニュートラル実現に向けたトヨタの戦略、その中で有力な選択肢となるバッテリー EV についてお話をさせていただきます。カーボンニュートラル、それはこの地球上に生きる全ての人たちが幸せに暮らし続ける世界を実現することだと思っております。そのお役に立つことが私たちトヨタの願いであり、グローバル企業としての使命でもあると考えております。そのために私たちはできる限り多く、できる限りすぐに CO2 を減らさなければなりません。今私たちは多様化した世界で何が正解かわからない時代を生きております。その中では一つの選択肢だけで全ての人を幸せにすることは難しいと思います。だからこそトヨタは世界中のお客様にできるだけ多くの選択肢を準備したいと考えております。私たちは全ての電動車は使うエネルギーによって2つに分かれると考えております。一つは CO2 排出を減らすカーボンリデュースビークル、車を動かすエネルギーがクリーンでなければどの電動車も CO2 はゼロにはなりません。そしてもう一つがクリーンなエネルギーを使ってCO2 を排出をゼロにするカーボンニュートラルビークルです。私たちトヨタはその実現に向け全力で取り組んでまいります。本日は私たちが準備している新型車を皆様にご披露いたします。トヨタのバッテリー EV 専用車 BZ シリーズです。ビヨンドゼロ、ゼロを超えたその先へを意味するトヨタ BZ、 全ての人に移動の自由と運転の楽しさを、私たちは CO2 排出などのネガティブインパクトをゼロにするだけではなく、その先も目指してまいります。 BZ シリーズではグローバルでの多様なニーズにお応えするため、バッテリー EV 専用プラットフォームを開発いたしました。そのラインナップの第1弾が先日発表したこちらのモデルです。 BZ4X です。スバルとの共同開発により、滑らかで思いのままに操ることができる走行性能と本格 SUV としての走破性を追求いたしました。現在トヨタ元町工場で来年の発売に向けて生産準備の真っ只中です。皆様のお手元に間もなくお届けいたします。さらに BZ シリーズの
ラインナップを拡充してまいります。まずこちらの2台をご覧ください。バッテリー EV 新時代を予感させる美しいシルエットを持つミディアムクラスの SUV、 一目見ただけで乗ってみたい、走らせてみたい、そう思えるスタイルを実現しております。そしてこちらはシリーズの中で最もコンパクトな SUV、 ヨーロッパや日本を意識した小さくても快適な室内を持つバッテリー EV です。航続距離を伸ばすために電池を増やせば車は大きく重く高くなります。小さい車だからこそ徹底的にこだわること、それは電費性能です。大切なことはいかに車全体のエネルギー効率を高めていくか、いかに少ないエネルギーで走れるか、まさにトヨタが30年以上磨いてきた技術です。そのすべてを注ぎ、この車で1キロメートルあたり必要なエネルギー量が125ワットアワーというコンパクト SUV クラストップの電費を目指しております。さらにお客様のファーストカーへのご期待に寄り添うミディアムセダン、そして家族と豊かな時間を楽しめる3列シートも可能なラージクラスの SUV もご用意いたしました。いかがでしょうか。既存モデルにバッテリー EV を追加するだけではなく、 BZ シリーズのようにリーズナブルなモデルをフルラインナップで用意して、あらゆるお客様のニーズにお応えしてまいります。これにより世界中のお客様にバッテリー EV ならではの個性的で美しいスタイリング、走る楽しさ、バッテリー EV のある暮らしをお届けしたいと思っております。トヨタは世界中のお客様に支えられているグローバル企業です。トヨタブランドは170以上の国と地域で約100車種のエンジン車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車を投入してまいりました。レクサスブランドは90以上の国と地域で約30車種のエンジン車とハイブリッド車、プラグインハイブリッド車を投入しております。さらにこれからバッテリー EV でもフルラインナップを実現し、カーボンニュートラルビークルの選択肢を広げてまいります。具体的には2030年までに30車種のバッテリー EV を展開し、グローバルに乗用、商用、各セグメントにおいてフルラインナップでバッテリー EV を揃えてまいります。それでは皆さんご覧ください。さらなるトヨタのバッテリー EV ラインナップです。私たちの未来のショールームへようこそ。まずはレクサスブランドです。本物を知る人が最後に選んでいただけるブランドでありたい、ブランドホルダーとして私はそう思い続けています。レクサスは独自のデザインと走りの味を追求し、ハイブリッド技術のパイオニアとして電動化の技術を磨いてまいりました。そして今レクサスは新たな挑戦を始めます。映像をご覧ください。
レクサスが初めて作る専用のバッテリー EV の車です。 RZ です。 Z？ はい、ゼロ。レクサスらしいバッテリー EV を作りたいんですよね、うん、あ、レクサス乗ってるな、あ、EV なんだということが分かるようにしたいよね。そうですね、うん、この四輪接地感が非常にいいね。一貫してレクサスの味としてやっぱり大事にしていきたいのはそういう感覚なんですよね。それは決してバッテリー EV になったからって言って失っていいものではなくて守っていきたいんですよね。四輪の接地感みたいなのは感じるけど、ちょっとなんか重いよね。アクセル踏んだらどうなの？踏んでみてください。どうでしょうか。何これ。別世界。おおどうでしょうか。別の顔が見えた。やっぱりマスタードライバーとして乗っててね、いつまでも乗っていたい車、やっぱりね、あの環境にもいいよ、だけど楽しいんだよ、乗ってよっていう車をぜひレクサスのねニューチャプターで、はい、Z というブランドでねやってほしいですね。行きましょう、うん、やっていきましょうよ。レクサスエレクトリファイド。レクサスが目指す電動化の取り組みをこのように呼んでいます。電動化技術により車の可能性を最大限引き出すこと、それがレクサスにとっての電動化です。モーターが生み出すリニアな加減速、ブレーキのフィーリング、そして気持ちの良いハンドリング性能を組み合わせることで、運転そのものの楽しさを追求し、レクサスらしい電動車をお届けしてまいります。中でもバッテリー V は電動化がもたらす車の進化、その特徴が最も分かりやすく表現されたモデルとして、今後のレクサスの象徴となっていくと考えています。その最新のモデルがレクサス RG です。バッテリー V であっても車を鍛え、走りの味を追求していくレクサスの姿勢は変わりません。その終わりのない味の追求は、今後スポーツバッテリー V の開発を通じて次のステージに向かっていきます。レクサスならではの走りを示すとともに、スポーツカーにとって大切な低い車高や挑戦的なプロポーションにこだわる、レクサスの未来を象徴するモデルです。加速タイムは2秒前半、航続距離 700km オーバー、全固体電池の搭載も視野に、ハイパフォーマンスバッテリー EV の実現を目指します。レクサスは車屋だからこそできる性能の作り込みや人の感性に響くものづくりに磨きをかけ、バッテリー EV を通じて車の多様な体験価値を提供するブランドに進化させてまいります。 LFA の開発を通じて作り込んだ走りの味、いわばレクサス秘伝のタレ、それを継承する次世代のスポーツカーをバッテリー EV で開発いたします。そこで磨いた走りの味を他のモデルへにも展開し、レクサスをバッテリー EV を中心としたブランドへと進化させてまいります。バッテリーとモーターの配置でバッテリー EV はもっと自由になります。さまざまな地域のニーズ、お客様のライフスタイル、商用車のラストワンマイルから長距離に至るまで、もっとお客様に寄り添うことができます。レクサスラインナップの後方に見える車たち、実はこれこそがトヨタのさまざまなバッテリー EV です。ではこちらの映像をご覧ください。You know, the world is becoming ever more diverse. People are increasingly confident in making their own choices to lead free and enjoyable lifestyles. Now, Toyota, we believe that truly good products create new experiences for the customer, enhancing their chosen lifestyle directions. And from that point of view,
each electric vehicle should be unique and special. Not only those on dedicated platforms, but also those related to existing models. Now, whether that means building on Toyota's off-road heritage to create new and exciting recreational experiences, or finding new ways to combine versatility with dynamic driving. Commercial use vehicles such as the e-Palette will change the face of daily life in the city. But we'll also challenge smaller size segments for new mobility solutions. Compact ultra versatility will open up new and exciting possibilities for both work use and for youngsters to personalize. As well as new approaches for the smallest segments, such as made for sharing, where different variations cater to different business scenes. And last, but certainly not least, car fans like Akio Toyota will certainly not be disappointed. The EV era is an opportunity and a chance for more variety and more fun. An EV for you, an EV for me, and an EV for everyone. EV for everyone。 トヨタのバッテリー EV いかがでしたでしょうか。今日発表した未来は決してそんな先の未来ではありません。今日ご紹介したトヨタのバッテリー EV、 そのほとんどがここ数年で出てくるモデルです。私たちは2030年にバッテリー EV のグローバル販売台数で年間350万台を目指します。そしてレクサスは2030年までに全てのカテゴリーでバッテリー EV のフルラインナップを実現し、欧州、北米、中国でバッテリー EV100%、 グローバルで100万台の販売を目指します。さらに2035年にはグローバルでバッテリー EV100% のレクサスを目指してまいります。これらを実現するために私たちは長い年月をかけてさまざまな領域で取り組みを進めてまいりました。車両開発の領域ではトヨタは1997年に世界初の量産ハイブリッドカープリウスを世に送り出しましたが、実はその前からバッテリー EV の開発は始まっておりました。1992年に EV 開発部を設置し、1996年には RAV4EV を市場に投入、その後2000年代には小型 EV コミューター E-COM の実証も行ってまいりました。さらに2012年には超小型 EV コムスや小型 EV EQ を投入、バッテリー EV の可能性を追求してまいりました。そして本年 C-POD や C-WALK を発売、 E パレットも含めさまざまなシーンで移動の自由をお届けする EV の開発を加速しております。また1990年代、バッテリー EV と同時に開発が始まったのが水素で走る燃料電池自動車でした。2002年にトヨタ FCHV を市場導入し、実証を重ねながら2008年にはトヨタ FCHV アドバンストへと改良いたしました。そして長年の努力が2014年の初代ミライへの発売へとつながっていったのです。その後バスや大型トラックにも展開するなど、燃料電池車も進化を続けてきております。電池の領域ではトヨタは長年にわたり内製で電池の研究開発と生産を続けてまいりました。1996年には現在のプライムアース EV エネジーを設立、ニッケル水素電池の技術を磨きながら2003年からは
リチウムイオン電池にも取り組んでまいりました。さらに2008年には電池研究部を設立し、全固体電池など次世代電池の研究も行っております。そして昨年、電池事業を一貫して行うプライムプラネットエネージー&ソリューションズを設立いたしました。私たちはこの26年間1兆円近い投資をし、累計1900万台以上の電池を生産してまいりました。これまでに積み重ねてきた経験こそが私たちの財産であり、競争力だと思っております。今後は電池関連の新規投資を9月に発表いたしました 1.5 兆円から2兆円に増額し、さらに先進的で良品廉価な電池の実現を目指してまいります。資源の面では、豊田通商が2006年からリチウムなどの調査に着手し、安定的な資源確保を進めております。またエネルギーの面でも、豊田通商は30年以上前から風力発電や太陽光発電といった再生可能エネルギーの確保に取り組んでまいりました。さらに製造現場では、エネルギーの使用量を減らす地道な改善を重ねながらも、革新的な生産技術の導入を進め、2035年のカーボンニュートラル達成を目指しております。正解がわからない時代、多様化の時代においては、市場の動向を見ながら生産する種類や量をフレキシブルに変えていくことが大切になります。これまで TPS で使ってまいりましたリードタイム短縮や多品種少量の生産のやり方、日本のものづくりの地道な取り組みが、これからの競争力になると考えております。私たちはこれからも多くの仲間とともに、あらゆる領域での取り組みを進めてまいります。カーボンニュートラルの鍵を握るのはエネルギーです。現時点では地域によってエネルギー事情は大きく異なります。だからこそトヨタは、各国各地域のいかなる状況、いかなるニーズにも対応し、カーボンニュートラルの多様な選択肢をご提供したいと思っております。どれを選ぶか、それを決めるのは私たちではなく、各市場でありお客様です。どうしてここまでして選択肢を残すのか、経営的な話で言うなら、選択と集中をした方が効率的かもしれません。しかし、私は未来を予測することよりも、変化にすぐ対応できることが大切だと考えております。だからこそ私たちは、正解への道筋がはっきりするまで、お客様の選択肢を残し続けたいと考えております。トヨタが目指すのは、地球環境への貢献や人々の幸せを願い、行動し寄り添う企業です。私たちは、人と社会の幸せを量産する会社になりたいんです。今の子どもたち、その先に続く人たち、昨日よりも今日、今日よりも明日、少しでも良い未来を残していきたいと思っております。未来はみんなで作るもんだと思います。自動車産業には、日本のものづくりと移動を支えてきた550万人の仲間がおります。世界には
もっと多くの仲間がおります。みんなが心を一つにして意志と情熱を持って行動すれば、次の世代に美しい地球とたくさんの笑顔を残すことができる。私はそう信じております。そして必ず実現してまいります。ありがとうございました。